はい、こんにちは、かおです。今日はナスと大葉のつくねを作ります。まずナスから切っていきます。ナスは2本用意します。で、まずヘタを取っていきます。で、ヘタを取ったらピーラーで皮をしましまに剥いていきます。なんかナスの皮をピーラーで剥くのが難しかったです。まあ、なんとなくしましまに剥ければいいかなって思います。で、しましまに剥いたら半分に切って、さらに半分に切って、1センチ角ぐらいに切っていきます。で、切ったナスはボウルに入れておきます。で、もう半分も同じように1センチ角ぐらいに切っていきます。で、ナスは切ったら塩を小さじ2分の1ぐらい入れて揉んでおきます。これでナスから水分を抜いて塩で下味をつけておきます。で、そうしたら大葉を用意します。ちょっとこれ何枚かわかんないんですけど、1袋使いました。5ミリ幅ぐらいの四角形に切ります。このちっちゃいまな板のいいところは自由に動かせるところですね。こんな感じで5ミリぐらいに適当に切ります。で、豚ひき肉 150g 用意してます。ここに塩を振って10分ぐらい放置したナスの水気を切って、豚ひき肉 150g の中に入れていきます。ここに小麦粉大さじ2と醤油を小さじ2入れます。で、手でよく混ぜていきます。小麦粉と醤油がよく混ざってねっとりしたら、大葉も加えてよく混ぜます。で、大葉が全体に混ざったら4等分していきます。で、こんな感じで4等分にしてハンバーグみたいに丸くまとめます。で、こんな感じに4つに分けました。で、中火でごま油を入れて、フライパンをよく温めたら、この丸めたつくねを焼いていきます。弱めの中火で5分ぐらい火を通していきます。5分経ったらこんな感じでこんがり焼けました。
全部ひっくり返して反対側も3分ぐらい焼いていきます。この左上の子は失敗しました。で、まあ結構油が出てくるのでキッチンペーパーで余計な油は吸い込みます。で、3分経って中までしっかり火が通ったら出来上がりです。この生七味と一緒に食べてみようと思います。七味をちょっと乗せてレモン汁をちょっとかけて食べました。いただきます。ナスもゴロゴロ入っていて、この大葉の爽やかさと生七味のピリッととレモンの爽やかさがあってとっても美味しかったです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また他の動画も見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。さようなら。